です。今日は美容院に行ってきて、今なんと俺の地元に来ました。見てもらう、豪華な佇まい。これはあの埼玉県上尾市なんですけど、俺のね、地元のあの親友がここであの喫茶店を経営してて、なんと今日はね、あのラテアートとかやらせてくれるっていうことなんで、行ってみたいと思います。こちらです。というわけでやってきました。で今ね、もう閉店後なんですけど、ここがフレスコカフェ、僕の友達がやってるカフェです。で行ってみたいと思います。フレスコカフェ、中にね、俺の友達がいるんで行ってみたいと思います。クローズ、閉店後です。おー、たくま、おう、熱くんだよファン増える、ファン増えちゃう。俺の友達の熱たくまです。こんにちは。絶対誰も来んでよ、マジで。これ今閉店後なんですけど、特別にね、ちょっとお願いして貸してくれるっていうことで、ちょっと電気消えてるんですけどね、めちゃくちゃおしゃれで、これ中がめちゃくちゃ来てたよね。めちゃくちゃ来てた。そう、学校を卒業してあのさ、みんなでここ閉店後たまらせてもらったりとかさ、忘年会とかもここでやってました。飯もめっちゃうまそうなんですけど、今日はね、なんかあのラテアートをやらせてもらえるっていうことでやっちゃいましょうはい、こんな感じでこれからラテアートやりたいと思います。いきます。うん、マジこのさ、見た目でラテアートやってんの犯罪だろ泡を作っていきます。何描くの、何がいいかな。クマかウサギが早く描けるかな。クマがいいな。クマ今何やってんのこれ。今は、うん、ラテの白くなる部分を作るために、牛乳で泡を作ってます。これ牛乳なんだ。そう、これがあのあれか、土台的な白い部分か。これがエスプレッソです。これで描くの。これを中に注いで、うん、液体と泡を分けてラテアートを描くっていう感じだそうです。じゃあやっていきます。おい、もうやるの。はい、手が可愛いね。おお、すげえ、何これ。これがもうベースですね、顔の形。ラテアートはこれで形を作って、その動物に真似てったりするっていうのが基本になります。で、クマが一番初級のラテアートになる。で、この丸を作るのは簡単。丸を作るのも、形をきれいに出すのは難しいかな。あとはもう絵のセンスですね。おお、すげえ。あー、こういう系か。ディオとかうまそうだな、これ。うわ、かわいい。こんな感じで。うわ、すげえ。見てこれ、めっちゃクマじゃん。俺みたいなもんですね。どっちがクマかわかんない。見てこれ、かわいいね。クマです。もう一個なんか作ってよ。もう一個、うん、次はウサギを描きます。絶対ウサギに関わっちゃいけない見た目してるからね、悪いけど。お、これは？これは次ウサギ。お、すげえ。めっちゃすげえじゃん。こんな見た目でウサギ描いてるやつマジでいねえだろうな。怖っ。お、すげえ。ウサギです。めっちゃ可愛くないこれ？すごいね。こんな可愛いのにこんな人が描いてんでしょ？怖。怖すぎだろ。うわ、すごっ。ちょっと俺もやってみたいな。これやっぱあれでしょ？素人がなかなかできるあれではないんでしょ、ぶっちゃけ。そうだね、ちょっと最初は絶対難しいかな。ちょっとやってみたいな、うん、すげえな、この機械。やっぱ高いの、こういう機械。だいたい、超高いやつだと車1台買える、うん、マジ。これは軽自動車ぐらい。そうなの、すごいね。なんかやってます。それは何。これは今エスプレッソを作って粉を引いて詰めてるところです。やっぱその辺のはもうあの急にやれるようなあれではないっていう。
これは完全に慣れと回数こなさないと、うん、難しいんだ。あとこれからやる泡を作る作業もだいたいバイトの子でも1ヶ月は練習してくるぐらい大変なんです、うん、だそうです。やっぱそんな簡単な道のりではないっていう、ね、1ヶ月かかるらしいです。マジ懐かしいな。フレスコの俺レモネードが好きなんだよね。レモネードはしっかり手作りでやってるから。あ、そうなんだ、うん、俺が行ってさ、ファンの子もさ、ちょいちょいフレスコ来てくれてるでしょ。うん、結構こっちでライブすると必ず来てくれる。あ、マジ、うん、みんなありがとう。俺のファンまであるかもしれない俺のファンがあれでしょ、全員や熱のファンに変わっちゃったんでしょ。俺に咲いてるね みんな気をつけて、結構あのゼロヘルツのファイナルに行くと毎回この男いるんで見つけてくださいよし、できました。これがベースです。おお。入れ方的に最初、うん、こういう高いとこから優しく注いであげて、うん、半分ぐらいになったら押し込む感じで泡を出して。おお、エロいね。エロヘルツ。エロい怒られんぞすいませんでした。やってみますか。なんとかなるっしょ。これどっちでもいい。どっちでも大丈夫。いきます。これあれだよね、最初高いところから。そう、で、いけで、半分ぐらい。半分ぐらい来たら押し込んであげるあ、でもさ、これウサギいけんじゃない。これはいけないね。あ、何いけるこれ。これはね、何もいけない。待って待って。いけるいける。だってこれ耳にいけそうじゃない？じゃあこれヘビ描いてみる。ヘビ？猫。猫行こうか。これでやるの。そう。猫行きたいと思います。俺もね、絵はすごいから。かわいい。え、待って、これめっちゃ楽しいかも。慣れてくるともう楽しくなってくる。めっちゃ楽しいじゃん。センスが出てくるからね。完成ですか。人生初のラテアート。猫の休日。これピカソですね。猫の休日です。はい。猫っぽい。どうか顔なのか全く分かんない。並べてみよう。全然俺の方が上手いし。可愛さがやっぱ俺の方がある。うん。人間味があるっていうか。互角だね。ちょもろ。もう一回やっていい？うん。何書いてほしい？ファンに向けてのハート？チームゼロヘルスに向けて、うん、ハートね。愛をじゃあ伝えようかな。表現してほしい。いきます。みんなに愛を届けます。これがね、これがむずいね。うん、で、押し込むように。水たまりじゃん。残念。え、これはね、もうできない。これはもうね、泡が出なかったから。マジ？そう。ここがまた難しいところなんですよ。最初はみんなここで苦戦します。めっちゃむずいよ。ラスト1だけやらせてじゃん。オッケー。ラストチャレンジ。あとコツは、うん、こっちのグラスも持ってあげて、うん、斜めにしてあげて高い位置でやってあげた方が入れやすいかな。あ、そうなんだ、うん、斜めにして高い位置。そう。これマジ泣きの1回だな。タクマ1個じゃあ、じゃあ1個いってみます。ああ、結構めっちゃ楽しいね。うわ、何それ。着ぐるみっていうやつです。何それ。着ぐるみ。着ぐるみを着た子供みたい。こんな感じです。やば、何これ。着ぐるみを。うわ、すげえ、クマじゃん。そう。すごっ。これは何。これハート。やば、すごっ。いつ覚えてたの、こんな。俺と遊んでる合間にこんな練習してたの。そう、1日牛乳3本ぐらい使ってた。マジ。俺の申し訳なくなってきたな。いや、まだ1回あるから。ラストチャレンジね。まあ見とけ よ, くださいよ。俺の才能を見せてやるよ。やっぱね、センスじゃん。これセンスだね。これ斜めにする。そう、斜めにしてあげると入れやすい。いきます。ラスト。
いや、まだある、まだあるからお、見て大骨っぽくないのか。あ、これいけるな。いけるいける、これまだいけそうなんで。ビジュアル系だからさ、大骨いい感じですか。お、芸術作品になってきてるかもしれないです。できました。作品名は愛の愛の不時着。どう、青春だね。青春の香りがしました。いや、まず最悪。いや、こっちの方が良かった。これが可愛いね。これ可愛くない。うん、壺から出てきた。そうそう、なんかお化けのさ。これさ、家とかじゃできないんだよね。この動画を見てくれてる人が家で遊んでるのできる。家でもちょっと高いやつ買わないとできないかな。そうなの。うん、なかなか簡単にはできない。そう、こんな感じです。まあね、あの、簡単じゃないっていうことで、喫茶店行ったら割と出してくれるとこあるよね。結構出してくれると思う。みんなも感謝して飲みましょう。ありがとうございます。洗いたいと思います。お願いします。たくま的にさ、じゃあゼロヘルツの好きな曲欲しい。これ的にめちゃくちゃ聴いてくれてんだよね。イスターボだっけ。あ、そう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 、あの曲はマジでかっこよすぎて1日2回ぐらいは聴いてる。最高。あと1ヶ月前ぐらいに出した新曲、なんかシグナルみたいな、あの曲もめちゃくちゃかっこよかった。いいね。店長だもんね。もう10年目だ。10年目ベテランじゃない。大ベテラン。マジでめっちゃくちゃ料理もうまいし、あとやっぱデートとかにもいいよね。雰囲気すごくいいじゃん、2階とかさ。デートスポットだし、女子会できるし。あ、そうだね。結構女性の方が多いかな。皿洗わせちゃって申し訳ないです、ファンの皆さん。こういうシーンもレアですからね。洗う、なかなか見ないもんね。いいな、楽しいな。なんかまた今度メンバーも来たい。あ、ぜひお願いします。というわけでね、ラテアーテ体験。ラテアート、ラテアーテ。俺はなんて言ってラテアーテ。ラテアート成功はしなかったんですけど、フレスコカフェにね来たら、あのめちゃくちゃ可愛いラテアートが飲めるんで、ぜひ、ね、みんなも遊びに来てください。お願いします。自分からお店に来てくれたお客様、ゼロヘルツ、ファンですとか何でもいいので、来店した時に言ってくれればワンドリンクサービス券。マジ？はい、あげます。いいね、本当に。全然助かってるんで、ありがとうございます。だそうです。めっちゃね、飯とかうまいんで、タイタンはね、ライブの時とかね、ぜひ遊びに来てください。貴重なね、ちょっとカフェ体験ということだったんですけど、次回メンバーを連れて来たいと思います。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございます。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。お願いします。じゃあ、りょうがとたくまとたくましか言えないだろ。たくまでした。たくまでした。ありがとうございます。また明日会いましょう。